伊勢山広大神宮は横浜市西区の神社。ラス広大神を祭神とし、桜の花が社門である。横浜では広大神宮と称されることも多い。旧社格は、官平国兵社当該別格、後に県社。神奈川県総社、横浜並びに横浜港の総陳守とされ、関東のお伊勢様、汽笛の聞こえる。 お伊勢様としても知られている。1870年、一貫村であった横浜が開港場となり、貿易の町として急速に発展した。神奈川県は、キリスト教をはじめとする外来文化に接する横浜の精神的支柱とするために神社信仰の確立が必要と考えた。そのため、武蔵国の国史が直命によって伊勢神宮から誕生したと伝わる。 戸部村海岸伊勢の森の山上の神明社を、同年4月に現在地の野毛山に遷座し、横浜の総鎮守とした。この地が選ばれた理由について、1874年建立の伊勢山日には、諸外国の召喚が賑わう様や、我が国の船の高い穂柱が湾内に林立する、様子が手に取るように見える。かかる、文明開化の時に際して、この場所を整備し神霊を祀れば、 神もこの誠意をお受けくださることと思う。とある。同年11月、当時の神奈川県知事、遺跡森留が大上官と人議官に憲白書を提出した。憲白書は当社を伊勢神宮の養配書とし、県内の総者たる規模に整備することを願い出るものであり、翌月許可されて、韓米国兵舎当外別格という韓国兵舎に準ずる社格を受けると、 経内施設の拡充を進めた。その後、開港場である神戸、長崎にも同様の神宮洋廃所が作られることとなった。しかし、これらが1876年3月の京武将たち8号にある廃所のみ設けて、神霊を沈めざるまさに、洋廃所に該当するのに対し、伊勢山の場合は、アマテラスオミカの神霊が沈まる正式な神宮で、あることから、 その後の公文書では伊勢山に対して要配所の故障は用いられず、伊勢の神宮に倣い、広大神宮と称された。テラス広大神を祭神とする神社が、広大神宮あるいは、大見和宮を交する例は、数多いが、伊勢山広大神宮の場合は、大京宣布の御琴のりに合わせて県により創建され、神義官からは、韓国兵舎に順次列格されたという経緯から見て、 直挙により、神宮号を与えられた例に近い。神宮の鎮座する伊勢山の丘は、もともとは、野毛山と呼ばれていたが、潜座の際に伊勢山と改められた。かつては、麓の宮崎町、花崎町は海であり、野毛町は、野毛浦と呼ばれる入江であった。これらの地域の埋め立てが進んだのは、幕末の開港以来である。神宮の境内の一部には、 伊勢山海塚と呼ばれる遺跡が存在し、縄文後期の土器が出土している。また、この丘の一帯では、紅葉が丘や大井松町で縄文期の住居跡も発見されている。現在の横浜中心部は、江戸前期に埋め立てられた吉田神殿にあたることから、横浜中心部周辺においては、この丘一帯が最古の居住地域の一つであると考えられる。 横浜の開港直後の1859年には、この丘に神奈川奉行所が設置された。開港場と外国人居留地が一望できたこと、また港を挟んで、反対側にある山手の丘に居留民保護の名目で、駐留するイギリス・フランス両国の軍隊を監視できたことが、この丘が選ばれた理由であった。開港場の入り口吉田橋関門と東海道を、 結ぶ街道横浜道は、この丘に切り通しを作り、奉行所の横を通るように開通したが、これも防衛上の理由からである。その後、神奈川奉行所は明治政府に接収され、その機能は横浜税関と横浜裁判所に分割されるが、この横浜裁判所が神奈川県庁の前身となる。その後、前述の通りに港と横浜中心部を一望できることが、 鎮座地にふさわしいとして、神宮が創建されることになった。1870年4月15日に取り行われた、千座祭にあたっては、神奈川県より前後を挟んだ5日間にわたり、市を挙げて、盛大な祭礼を行うように布告が出された。それを受けて、当時の市域各町は、それぞれ人形出しや手こまい、踊りの引き屋台などを揃え、横浜中心部の本町、 弁天通り、馬車道一帯を練り歩き、そのカビを競い合った。県庁の前には、各国の講師や領事を招いて、佐治奇跡が設けられ、東京からも多くの見物客が押し寄せたと記録が残る。特に貿易障害として栄えた本町4が、町は江戸一の出汁職人と呼ばれた中州営にそれぞれ人形出汁を注文した。横浜市の政治、横浜市市港には、 この四基の出汁について、美術技巧の意を集め万金を投じたものとある。これらは、関東大震災で消失したが、川越などに残る中州営の出汁は、県文化財等に指定されており、現存していれば、同等の評価を受けていたと想定される。この盛大な祭礼への総費用は、県からの課付金五千両も合わせて十万両とも十五万両とも、いわれ、当時の横浜を代表する料亭。 不器郎の女将復器郎クラからこの話を聞いた外務卿添島種臣は外務省の半年分の費用に匹敵すると驚いたと伝わる。当時、横浜に在住していたキート省も、京里への手紙の中で千座祭の壮大さと賑わいについて触れ、横浜が日本第一の街となったことを内外に示すことができたと記している。 このような大規模な祭礼が取り行われた理由であるが、一つには前述の通り、急速な近代化の最前線にあり、また、キリスト教をはじめとする舶来の文化や思想の流入により、日々急激な価値観の変動にさらされていた住民たちにとって、伊勢山高大神宮の創建が精神的な支柱となることが期待されていたことがある。また、伊勢山光大神宮が神奈川県における、 新東国境家の拠点となることを想定されていたためもある。もう一つの理由としては、当時の横浜の住民たちは、その大半型地域からの移住者であり、隣人同士のつながりが希薄で地域共同体としての機能が低かったことが挙げられる。明治元年に横浜のキート省の番頭が郷里へ送った手紙には、横浜は江戸より狭いが、隣に、 誰が住んでいるのか知らないことも多い。人付き合いがないので楽だ。との記述があるが、これは当時としてはかなり異例なことであり、県としても望ましい状況ではなかった。そこで住民をまとめ上げ、市民としての価値観、一体感を植え付ける、起爆剤として、最例の紅用と興奮が用いられた。横浜市民には、浜っ子という自覚や意気込みが見られるが、この意識の起源の一つは、 伊勢山光大寺院宮の仙座祭と言われている。なお、仙座の行われた4月14日は、例祭日となり、毎年この日に大祭を取り行うことが定められたが、1873年の太陽暦の採用により、例祭日は月遅れの5月15日となった。この日は、第二次世界大戦終結までは、横浜市の祝日とされ、学校をはじめ観光庁、 工場に至るまで休みとなった。明治天皇は海軍の視察やネギシ競馬場の天覧競馬などの理由により頻繁に横浜へ行行をしていた。そのため、1875年に行行の際の御座所となるべく伊勢山広大神宮に隣接して二階建ての洋館である横浜御用邸、伊勢山離宮が建設される。1876年に明治天皇は 東北地方の巡行を行い、その最後には北海道へ渡り函館港からお召し船明治丸で横浜港へと向かった。その到着は7月20日午前を予定していたが、実際には好転に見舞われ深夜となってしまう。結局、外国の領事たちの出迎えも急遽中止となり、明治天皇はそのまま伊勢山離宮に入り宿泊することになった。ちなみに、 この時の逸話をもとにして、1941年に7月20日が海の記念日に制定され、さらに1995年からは国民の祝日会の日となる。また、伊勢山離宮は迎賓館としても使用され、明治政府にとって初めての国賓として来日したハワイ王国のカラカウア国王や、キロに和歌山県串本町沖で上官がナンパし命を落とした。 オスマントルコの神前徳出馬者帝徳もここに招かれている。伊勢山高大神宮は県知事遺跡森留により創建され、その建白により国から神奈川県創社と定められた。また、伊勢山の丘は県庁の前身である神奈川奉行所がかつて所在した場所である。神宮はその始まりにおいて県と密接なつながりがあったが、この関係は 以降も続いていく。県知事の着任、離任に際しては、神宮に参拝し、報告祭を取り行うのが慣例となり、5月の、例祭では、代理官を立てず知事自ら小族をまとい、平白とも紳士を務めることも珍しくはなかった。また、神奈川県には、五国神社が建立されなかったが、その役割は伊勢山が担っており、秋には、 西南戦争以来の県の戦没者慰霊祭が取り行われていた。そのために、野毛山昇魂者の別名で呼ばれることもあった。大正期には、県の巡植警察官、消防官の慰霊祭も行われ、その奉納行事として、激犬競技の大会も開催された。戦時下になると、県主催の戦勝祈願祭や戦勝報告祭がたびたび行われた。このように、かつては、 県の創社として、健康式の祭祀の場としての性格が、極めて強かった。1991年、神宮浦山道隣接地に、婚礼施設を兼ねた高級ホテル、横浜海洋邸を建設、その際ホテルの建設費用と建設用地購入費用、等として、境内の一部を担保として、約87億円43億円、北陸銀行17億5000万円、 三菱信託銀行15億円、三菱銀行14億円などを借り入れた。ホテルは神宮を運営する宗教法人、伊勢山高大神宮とは別法人で、当時の宮司の親族が経営する株式会社会用艇が運営しており、宮司とその親族らが同社の大半の株式を所有していた。ホテルはその運営会社に賃貸し、家賃収入を 金融機関からの借入金の返済に充てる計画であったが、バブル崩壊後の景気低迷に加え、横浜港未来21地区など、近接地との集客競争が激化、東急東横線の路線が港未来入会し、また新前結婚式の減少もあり、経営は低迷、運営会社から予定していた賃貸収入を得られず借入れ返済が、 事実上履行できず、2001年3月定当権が設定されていた、経済地の一部が金融機関より差し押さえを受けた。2002年になり、事態を重く見た神奈川県神社長は、銀行側との協議の上、同庁がホテル敷地部分を除く、経済地を取得、神宮の運営を直轄することで競売を回避した。当事者の偶治は免職となり、 明治以来事実上の世襲であった宮寺一族は神宮から絶縁された。これにより、同宗教法人は実質不動産管理会社となったが、保有するホテル部分の資産価値が大幅に低下、多額の債務が経営を圧迫し、横浜地方裁判所に自己破産を申請、2003年4月7日に破産宣告を受けた。 夫妻は債権者2社に対し85億6500万円。神社本庁に属する神社で初めての破産となった。ホテルは2006年11月27日破産宣告を受け、営業を中止した。その後は新たな運営体制のもとに債権を進め、現在では神奈川県神社庁直轄より独立し、再び宗教法人格を得て、 別表神社へも復帰している。読みの区切りが分からず、天皇の皇という字が使用されていることもあって、皇を皇と読むものと誤解して、伊勢三皇大神宮を誤読するものが多い。実際、そのように誤ったルビが振られている案内資料も出回っている。かつての神宮は、紅葉坂より続く、表参道から境内に至るまで多くの桜の木が植えられ、 横浜有数の桜の名所であった。シャモ門に桜が用いられているのはそのためである。横浜市の聖地である横浜市志向には花木に幸運の幕を彫る桜と花に浮く斜前の大鳥居の風景が入港する船舶から楽しみにされており、外国人にまでその名を評判されていたと記されている。現在では 表参道の桜並木は失われているが、今も境内に残る桜の木々は、神宮の象徴として、地域住民に親しまれている。1875年に、神奈川県は、大上官に対し、伊勢山高大神宮を、伊勢神宮の別宮へと昇格するように願い出る。神宮別宮への昇格は、鎌倉時代原稿の際の風邪ひいの流宮、風具以降は、例がなく、 審議の後に6月28日付でこの申請は却下された。しかし、明治7年1月に神奈川県により伊勢山光大寺神宮の表参道に建立された横浜伊勢山碑には神宮別宮と刻まれており、同年2月23日発行の横浜毎日新聞968号には付録として石踏みの全文が掲載されていた。この石踏みは、 今も表参道、大鳥居の横に残されている。神奈川県庁は関東大震災で理災し、1928年に現在の神奈川県庁本庁舎が竣工した。その中心部には収容塔と呼ばれる塔が立ち、その最上階には祭壇が築かれて伊勢山高大神宮から文霊が移された。ここには月ごとに神宮の神職がおき、 県の守り神として祭礼が執り行われた。現在、この神奈川県庁本庁舎は、登録有形文化財となり、収容塔は、キングの塔の愛称で呼ばれ、横浜のシンボルである、横浜三塔の一つに数えられている。幕末から明治初期にかけて、横浜の異国人の風俗や、いわゆる文明開化の様子を描いた横浜糸と呼ばれる、西絵が流行したが、その中に、 伊勢山広大神宮を描いたものがいくつかある。代表的なものとしては、歌川広重が桜が満開の伊勢山広大神宮の背景に蒸気機関車を描いた横浜の芸勢山寺海岸鉄道上記者図が挙げられる。伊勢山広大神宮の主院長にはこの絵が用いられている。日本人初のアイスクリーム店は、1869年6月に町田房蔵により、 馬車道で開業された。しかし、当時の日本人は、乳製品にまだまだ馴染みが薄く、また一杯が金二分と、高価なこともあって、当初は全く商売にならなかった。横浜遠隔市によると、赤字のために一時休業したが、翌年4月の伊勢山高大寺院宮の千座祭に、合わせて店を再開したところ、祭礼の賑わいと紅葉の中で、 物珍しさにアイスクリームを買い求める者が相次ぎ大評判となって以降は繁盛したという。このことがきっかけとなってアイスクリームが世に知られるようになり、六名館や東京の洋菓子店でも供されるようになった。横浜海軍航空隊は1938年に創設された帝国海軍最大の飛行艇部隊である。 長距離航続性能を誇る大型飛行艇で編成され、アリューシャン列島から南洋諸島に至る広大な外洋の紹介偵察を任務としていた。舞台は伊勢山広大寺院宮を守護神としており、現在の金沢区富岡総合公園にあった基地内に分霊を移し、鳥船神社と称して祀った。この舞台の主力であった西木飛行艇は、 当時の世界最高水準の性能を誇り、その高速と火力、防御力ゆえに連合国軍から空の戦艦と恐れられていた。戦後にアメリカ軍が接収した機体の性能確認試験を行い、最優秀の評価を与えた話は有名である。現在、海上自衛隊に配備されている救難飛行艇 US-2 は、この二式飛行艇の直径にあたり、 やはり世界最高水準の性能を誇る傑作機として名を馳せている。本殿伊勢山高大神宮は宇治国区域を持たない通敬神社であるため宇治国会ではなく通敬社による法散会が組織されている。明治天皇の御子であり第43代内閣総理大臣東国の宮敏彦王の夫人である大宮里子内神皇がかつて総裁を務めていた。 神奈川県横浜市西区宮崎町64番地。ありがとうございます。